Hey guys! モンスタージョン TV! 始まりました、モンスタージョン TV! 今回は久しぶりな食レポでございます。食レポ商品紹介ミックスです。はい、そんな感じで、今回ご紹介します商品はこちら！はい、ファミマのチョコミントパンケーキでございます。こちらね、実はツイッターでめちゃくちゃ話題になってるんですよ。何かっていうと、まあ、この色からもう、察しっていう感じなんだけど、よく見てください。ご自宅でこんなのありませんか？ね、台所あたりにありませんか？うん。もう使い古したスポンジだよね。ってことでね、もう万リツイート言っております。めちゃくちゃ伸びております。こちらのね、ファミマのね、新発売されたチョコミントパンケーキでございますが、まあ通常であればね、チョコミントっていうのはもうみんな大好きでございますよ。チョコミントとパンケーキのミックスなので美味しいに決まってるんだけども、やっぱね、今までも前例あったじゃないですか。青い食べ物っていうのは大体まずくなっちゃうっていうね。まあイメージ的なところだとは思うけどね。イメージ的なところでまずく見えるっていうのが正解なのかな。青いさ、カレーライスってちょっと一時期話題になったよね。見た目からしてきついじゃないね。それがなんかちょっとね、もう一回来ましたっていうね、青いこのチョコミントパンケーキでございますが、ちょっと開けてみましょう。おう、すごっ。おお、匂いがね、ミント、超ミント。いやー、びっくりだわ。本当にびっくりしますよ。めちゃくちゃミントでございます。はい。で、やっぱね、こういう風に見てもわかりますように、ここにちょっと石鹸をね、垂らしてちょっとお皿でも洗いたいかなって思うぐらい、やっぱスポンジだね。スポンジだこれは。ツイッターではその味どうこうというよりは、やっぱ見た目に関してね、ほんとボロカス書いてありました。もうそんな書きますかっていうぐらい書いてあったんだけど、でもね、不思議なことに味に関しては書いてなかったんですよ。だから今回のこの動画ではその味の面をね、ちょっとまあみんなに伝えていければなと思います。その見た目に関してはもう散々な評価がございましたんで、まあその見た目に関してはまあツイッターでもね、なんか見てくれたらなと思いますよ。で、今ちょっと中をちょっとね、広げました。あんまりなんかどうなのかなと思うけど、俺はレビューとしてはね、味を、ご紹介していきたいので、ちょっと僕はね、開きます。はい。開くとこんな感じで、チョコが中から出てきますね。見た感じ、ドロッとしたような感じの、チョコだね。で、もうちょっと奥に行くと、わかる？この真ん中にあるのが多分これミントの塊なのかな？ミント系のなんか味のする何かが、ここに入っているのかなと思います。あー、クリームだね。そのミント。何なんだろう、チョコメント。なんでよ。いや、生クリームなのかな？なんか生クリーム風だね。生クリーム風のものが真ん中に入っている。生クリーム。まあまあ、なんかクリーム的なものが入ってて。で、チョコの、まあ、ちょっとドロッとしたような感じのチョコがあると。うん。チョコは美味しいね。まあ、あとは味がね、これが合わさったことによってどんな感じになるのか。僕はね、見た目だけでは判断しませんから。ちゃんと食べてみて、それをみんなにね、レビューしていきたいなと思います。それでは、いただきます。うん。うん。そうだね。ミント感がすごく強いですね。口の中にミントがね、広がって惜しいです。惜しいです。惜しいなのかな？いや、そもそもね、そもそもこれ企画倒れなんだけど、私ね、ミントが苦手なんですよ。私、ミントが苦手なんで、ね、辛い。辛い。な、それほどに、だからね、ミント漬けにはたまらないと思う。飲み込むので一苦労やな。みんな、ミント感が強い。もうすごくね、ミントでございます。なので、チョコミントパンケーキをもうね、食べたい。ってかもうミントが好きだっていう人はね、これぜひね、食べてみたらなと思います。だいぶミント感は強いのかなと思います。そして普段ね、こういったパンを食べるときって、まあ、僕が思うところでは、中の具材というか、これで言うならばチョコだったりが少なくて、あまりそのチョコ感を感じれないっていうのが僕が思う感想なんだけど、これに関してはチョコとかがまあ多めではあるので、そこはね、感じれると思います。バランス的にはチョコミントっていうのはいい感じにね、これはできてるのかなと思います。ただ僕はミントが嫌いなので、このパン超きついっす。クソまずいっすそも企画倒れなんだけど、やっぱね、そのツイッターでめちゃくちゃ話題になってても、スポンジみてえだっていうね、もうほんとひどい見た目のレビューしかなかったわけでございますよ。まあ、こんな感じでね、なっておりますが、一応2枚入っているからね、まあ、2枚こういう風に入ってきて、で、まあ、もう1枚をちょっと参考に出したいですけども、やっぱ、
まあスポンジなのかなっていう感じはします。だけどもう匂いからしてもすげえミントです。で食べてみたらなおさらミント感はめちゃくちゃ強いので、ミント好きにはいいんじゃないかなと思います。それでは今日はこの辺で、ぜひともグッドボタン、ちょってなんやねんグッドボタンとチャンネル登録ボタンをぜひとも押していってください。そしてね、通知がしっかり飛ぶようにベルマークのところもね押してくれたら嬉しいです。それではまた次回お会いしましょう。 See you next time!